でも一回もそれで来たことない。多分楓のツイッターのアイコンの時の着てる服じゃないかな。ここにしよう、ここの毛絶対こっちだよね。上島楓どこだ、いた、ほら、あ、違う、うん、あ、全然違う服だった。キャッ、星は全然どうぞ、投げなくて大丈夫ですよ。イベントは参加してないです。というか16歳なのでまだ参加する枠も始まってない。多分20ぐらい。これはイヤリングです。全然星は投げなくて大丈夫、集めてからちょっと書いとこう。星あつめにとうすいせせそはい、目が綺麗。いや綺麗じゃないですよ、全然自分の目は好きじゃないですね。めっちゃ可愛いよ、いつもより可愛さ増しました。嬉しい。喉痛い、やばい。親のモノマネって何ですか。親分のモノマネは黒歴史なので私もよくわかりません。ご飯食べて、食べました。脂肪燃焼スープ作ってもらったママに。耳がうちで一番可愛い、ありがとうございます。それは嬉しい。辛くない、トマト。トマトのスープです。化粧変えた、わからん、カラコンじゃない、カラコンのせいだ。多分ラピスラズリ知ってる日はそうやって言われる、いつも化粧変えたって言われる。もう前髪がないからもあるんじゃないですかね、きっと。リミチ復活か、そうね。かわち、あ、りなちゃん、キムチ鍋、トマトね、覚えとる覚えとるよ。最近ハーチに会ってない。目の上のキラ、あ、これは今日はエチュードハウスのこのなんかアイシャドウのキラキラのやつ、テスターをつけた。お姉さんっぽい。今日は何してた。今日はライラさんと秋吉さんとご飯に行きました。しげちゃんは会ってないけど毎日 LINE してます。何か見ていると幸せになる気、ありがとう。やっぽい。あ、さきちゃんめっちゃ動画載せてくれてるね、ツイッター。アニャンのやつ見た。お久しぶり。メール来たの。メールってマジでなんでそんな誤差があるんやろうな。まあ仕方ないか。もう公演とかでさ、早くさアレンジできるようになりたい。こんなん絶対可愛いですよねみたいな、前髪ない人みたいな。なんかフラートさんみたいじゃない、ここの毛あったら。オールフェス鏡を見つめて唱えよう。今日はね、古畑さんと LINE できたからにか幸せ。
シリさんともしてる。昨日夜中まで話して（笑）こんばんは。明日ノーパラね、楽しみ。イヤリング光ってる。なんで光に反射するのかな。かわゆいでしょ。本当に開けてるみたいだね。画質悪いとさらに。ちゃんとね、あのイヤリングです。キラキラね、開けてるみたいだよね。ピンも可愛い。ピンは可愛くないよ別に。言ってるよ。なおちゃんと連絡取って取ってます。今日はね、LINE した。嬉しい。なんかオルフェス聞いてますみたいな LINE して、声が、まず声が可愛いみたいな。幸せ、なおちりというもの平和。ほんまひなたんのルームから、ひなたん、ひなたんさん元気かな。みみみ、最近勉強忙しくてすぐリップとかできないのかな。うん、いいよ全然。ゆみちゃんこんばんは。あ、のどかちゃん、2月まで会えないからね。確かにそれな。にいかも同じ気持ちよ。ナーチュリに会えないの。24日、部がね、会えない感じの部だったから病んでます。いや、病んでないですよ。病んでないですけど、悲しい。喉大丈夫ね、それね、思った。今日は喉マスク、喉ぬるぬるマスクして寝ます。24行くよ。最近楽しかったこと別にないですね。毎日楽しい。ほんと最近寒い。ヤバリンゴパークのスタンプゲットしてない。何あれ、やっぱこうやってさ、髪の毛巻けるようになったらいいのにね。早く巻けないから。やっぱでも巻いた方が可愛くなるよね、人って。ほんと原くんは青色です。好きな曲は最近何聴くんだろう。イジュンの握手はナチュラの握手、それな、会いたい。まあチュリさんはギリ会えるけど、フラートさんはね、絶対会えない部だったの。でもマリカちゃんとかに会えるから、うん、近かったらいいんですけどね、楽屋が。でも多分近くないから。ショートカット女子は好きです。髪巻いたら可愛さ、そういう気をすぎて困っちゃうねー。どんな髪型をみんなに見たい。でも巻きたい。こんばんは。イヤリング、そう、可愛いから好きなの。最近はアクセサリーにハマっている。最近ノンホールピアス。ノンホールピアスって何。髪の毛は自分で巻いてます。外巻きです、全部。だからこうやってしたら全部同じ方向に巻かれてる。イエーイ。オムライス食べたい。食べなさい。大人っぽい。おつみみちゃん可愛くてびっくり。
男性のタイプ、別にそんなタイプがいません。興味ないんですよね。イヤリング、あ、イヤリングね、可愛いでしょ。これはね、なんかママが買ってきてくれたんだ。でも最近めっちゃ買っちゃう。今日安いとこ見つけて、でも安いと錆びるんかなとか思って。イエーあ、ショートカット、まあ自分もショートカットにしたいんですけど、まあ、ロングが似合うって言われるんです。まあそうなんかな。赤リップです。好きな俳優いません。なんか別にテレビとか見ないんですよね。一生携帯しちゃう悪いところだと思ってるんですけど。ボブは、初期はボブでした。バイ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 。うん、髪長い。でも葉月さんは髪短い方が好きでした。いや、どっちも好きなんですけど、短い方がもう好き。でもロングも可愛いからな。スクリーンタイムって何？スクリーンタイムって何？あ、携帯見る時間みたいなやつ。見てみよう。どこで見れるの？あ、ここ？でも5時間って書いてる。5時間43分。YouTube が一番多い。YouTube、LINE、Twitter。ワオだって。そんな YouTube 見てる。ステンバイユー好き。最近ずっと聞いてる。いつものスニーカーも。小麦粉をつけて。今日は髪型大人っぽいですね。まあおでこ出すと誰しもが大人っぽくなりますよね。おでこ出して公演したい。なぜかというと汗かいてもいいから。やっぱ前髪あると公演すごいいいんですよ。すごいんですよね。7時間はやばい。今日カラコンしてます。青色ラピスラズリ。チュリさん推しです。仲良くしてくれた。あー、チュリさん、チュッタン、チュッタン、チュッタンさんって言ったら気持ち悪いって言われた。でもチュリさんはマジで優しくて、お姉さんなんですけど、昨日の夜あれ見ました。チュリさんのなんかルーティーンみたいな、朝のルーティーンみたいな、すっぴんバチ可愛くて感動して LINE しましたよね。なんか昨日生まれましたって言って。可愛いですね。ありがとうございます。今日はすごく大人っぽいよ。わあ。で、こだしポニーテール、それはもう顔がちっちゃくならんとね。 TGC のやつ微妙、やらない方向で言ってます。今はやっぱ公園出たいので。韓国いいよね。
この間ショールームしてたの本人、あ、そう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 、本人、チュリさん本人だよ。今から行くねってLINE来てた。前髪、そう、なんか上げちゃうのよね、前髪が伸びたからかな。いや、確実に前髪伸びた。切りたいんやけど、切ったら切ったでダメだよ、どうしよう、明日ノーパラやけん切ろうか迷いちゅうやけど、伸びたんよ、やっと。博多さんの時が短くて、もうこことかだったんですよ。で、今ここら辺まであるから、でも巻いてあれぐらいで別にいいんだけどなみたいな。でもな、公園だと汗かいちゃうかなみたいな。そうなんだよね、来週の予約楽しみですね。確かに、あ、自分で切らない方がいいかもね。自分で切った方がいいです。逆に美容室で前髪切ったらダメです、みんなが言う。アイドルはいつも自分で切る。首痛い。何時までする？何時だろう、30分メイクさんに切ってもらう。でもなんか自分で切って、なんかその切られて失敗されるよりは自分で切って失敗した方がいいかなみたいな、そんな思考なんですけど、どうですかね。そう、切られすぎる、切ら、長さはこのままにしてくださいって言ってもここら辺だもん。オーマイは、あ、その絶対しません。オーマイは絶対しません、似合わないからね。しばらく、あ、しばらくっていうか、まあ休みとかその時はおでこ上げてるんですけど、普通に公演の時は前髪も下ろすし、髪もストレートだし、何歳でしたっけ、16歳です、16です。最近ハマってること、なんだろう、ハマってること、ハマってることないですね。とりあえず公演覚えること。なおちりだって、確かに、なおちり、なおちりはもう一生ハマってる。本当に大人っぽい、プリンセスみたいだって。カラコン青です、ブルー。明日どうしよう、もうノーパラや、緊張する、もうバリ久しぶり。なんかしかも8周年とかあって、ワンハーフとか16人バージョンとかでやったから、微妙い、なんかシアターバイレーツとかあったね。わあ、ちょっと予習してから行こう。なんかイミカちゃんかな、あ、イミカちゃんコマオヨン、そう、3回が出てないですよね、楽しみだな本当に。チョコ食べてます。化粧自分でしてます。沖ちゃんにコミュ力聞いてみに来ました。あ、沖さん、沖さんはかわいい、写真撮るといつもね変な顔してくる。というか STU さんがマジでかわいいですもんね。カイココアさんと友達になりたいです。アンナちゃんは LINE してます。
最近誰とハッとした？誰だろう、ナオチュリ、ナオチュリさんかな。うん、ナオチュリさんとかもういっぱいある。幸せなんだけど悲しくなる。博多のやつ見たら、ロス期間長いね。確かにショールームみたいですが大人っぽいですね。ありがとうございます。この毛だけさ、私だったらちょっと古畑さんっぽくないっていうの2回目、これ言うの2回目。うん、こんな毛押してもいいですか？どうぞ。ぜひ。触覚だね。だね。短くしてみれば。うん、あそこまで切るにはちょっとあれがいりますよね。あれが。金髪は、金髪はどうやったら太もも痩せるかな。足パカ、足パカ、何か最近暇さえあれば足パカしとる。秋吉ゆかさんがお世話になってます、ありがとうございます。今日も遊びました。肌が赤ちゃんや、りんごちゃんやって、りんごちゃん、サッシーさんのコラコンしかつけれない、怖くて。おでこ綺麗そう、何もない。え、ゴミついた。メディキュット履いてないよ。足パカして、初めてリミちゃんの書類を見れた。マッサージはマッサージ機があるんですよ、足の。それしてる。でも足痩せしにくくて頑張ってます今。何がおすすめ？うん、でも顔に合うやつがいいと思う。全色買って試してみるのが一番いいと思う。眉毛汚いじゃん、ボサボサだよ。高校生です。耳かわいい。ノープラね。顔痩せは別に痩せてないし、お肉ここにいっぱいあるんですけど、ここに見て。でも毎日マッサージしてます。お風呂上がり絶対毎日。もう1年ぐらいしてるかな。1年はしたら半年ぐらいだから、初期と比べたら顔ちっちゃくなったってよく言われます。しかもその簡単で、普通にマッサージのコロコロみたいなやつで、ポン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 でおしまい。これを10分して、こっち5分、こっち5分、それでちっちゃくなりました。こんな、走らなきゃ走らなきゃ女の子だもん。恋をすると競いたくなる。走らなきゃ走らなきゃ会いたいんだもん。気持ちはいつだって全力疾走。
すごいスケートやってる、これ絶対アイディ見るやつじゃん。あ、制服の目か今。あかね、彼女になれますか。化粧水何使ってる。ハトムギかイソフラボンかキュレル定期的に変わる。今はハトムギです。でも乳液もハトムギ容器ね。詩人のソロダンス、さあどうでしょう、見れるのでしょうか。乃木坂ヤコボちゃんが好き、4期生の焼きそばパン、ライスカレー、たくあん、フライドチキンみたいな動画めっちゃ見た。から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 揚げ、そう、僕らの友達今度遊ぼうみたいな話になった。恋を語る詩人になれなくて飾るより無口な僕、うわかわいい。ホームアローンって何？え、怖そう。近づけまーす。なんか水。面白いよ、だってつけてみよう。え、ちょっと怖い怖い。え、モノマネやっとるやん。モノマネみたい。そんなんよりモノマネ。え、ちょっと扁桃腺腫れとるんかな。親指のまま得意じゃないです。あれは黒歴史なので。ここの毛なんなん、これ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 、いらない毛。映画は何系が好き。サイコホラー。テレビ見ちゃう。マジで。あの駅見てない。めっちゃ見たい。トゥルル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 ル。そう、めっちゃ見た。全部見た。アナベルも見たことある。アナベル怖かった。てか人形系怖い。いや、人形飼えんのよね。スマホ落としただけ見た。リノと
韓国の新幹線、見た。小麦粉をつけて揚げてやるぜ、オールフェス鏡を見つめて唱えよう、合言葉はオールフェス、夜を飛び越えて街が眠りについた頃、夢の中であなた待つより、夜空のカーテン思い切って開いてみる。いつも遅くから応援してます、ありがとうございます。ずるいよこんな気持ち、二度とないでしょう。みちかわいかったわ。みちさんかわいいよね。既読するツアーでやったよ。あ、面白い。願いをペースにっか。チンシロネガのチンギョチンギョ、どういう意味？大丈夫？ずるいよこんな気持ち、二度とないでしょ、好きはゴール知らずに走る、ありがとう、もう会わない人、今もまだ思ってる。ドラマ何見てる？ドラマは最近見てないけど、スタンズラブ、つばいってからリミちゃん好きになった、ありがとうございます。こんばんは、みみ、あ、ルンルンだ、ルン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 。泣く演技できる？あ、もう秒で泣きますよ。いつも泣いてるからね、常に。そのこと考えたら泣くよね。なんか演技系の PV 撮りたいですよねってめっちゃ思う。いいコラボさんとか見たら。思い出よ記憶から、あ、消えてくれませんか、 However シャイキムはキスを待ってる、こんばんみみみみみ、お顔めちゃくちゃ可愛い。イエーイ。可愛くないですよ全然。何時に終わろうかな。あと3分にしよう。笑い方やめた方がいいぐらいキモいよ。今もまだ思ってる。キュートまぶた結んだとき思い出よ。あ、お疲れだって、ありがとう。急に呼ばれやん。いや、ちょっとキリいいかなみたいなね、そんな感じ。やっぱツイッターに関してはリップの数とかみんな気にしてますよねと思った。みんなリップって結構見ますからねって話ですよね。皆さんリップをしてください。リップ、マジリップしか見てないです。エゴサはしないので全然。ときたそのだからリップから飛ぶことが多いです、その人に。見ます、見ます。ってことで男女見ますね。花リミカさん、ありがとうございます。こんばんはよ。キーさん、カミさんにだ。ベベモンさん、ベベモンに、こんばんはよ。ヒデポンさん、ありがとうございます。
ぐんちゃんありがとうございます。キャベツマンさんありがとうございます。ココナッツさんありがとうございます。ぼやっきーさんありがとうございます。みやっひーさんありがとうございます。なんか似そうだね。ポミさんありがとうございます。マリープーさんありがとうございます。ソータソさんありがとうございます。イミカちゃんこんばんは。イミミメールも見てます。メールも見てますよ。毛があるお。ということで今から練習します。ツイッター載せるのでリプといいねを押してください。今日も楽しかったです。ありがとうございました。はい、おんちゃん頑張れ。だってメールも送ります。バイバイ、ありがとうございました。いい、バイバイ。